スタジオのことから、そういうどういう方がいらっしゃるのかっていうのをお聞きしたんですけど、うん、いやこれはちょっとお母さんやね、どんどん面白いですね、学んだ方がいいでしょう ね。あとお子さんの好きな服の傾向とかね、うん、それでその子供に対しての接し方とか接し方も心理状況とかが分かりますね、個性が出ますね。なるほど。そうすると外見上は似合うんだけれども、うん、でも個性の部分で違うものを選びがちな子だと、うん、こう勘違いされたりとか、うん、あと自分っていつも指摘ばっかりとか注意されるからダメなのかなってなっちゃったりとか、うん、自分がいいと思って選んだものをこう否定されたりとかする機会が増えるので、うん、ちょっとへこみながらトライアンドエラーが多いまま育っちゃうって感じもありますね、うん、ああそうですか。すごくわかるんですその気持ち、うん、私もそうだったから。あそうなんですか、うん、これ女性に多い傾向ですかね。そうでしょう、ね、男性ってね、まあ、小さい頃から男の子だったら、まあ、あんまり親が着飾るっていう、はい、まあ、いますけど、はい、少ないですもんね。少ないですね。でも男性の方がね、気づく時って、うん、ほぼ婚活必要に迫られて、必要に迫られてですね、こう意識の高いね、こう自分を向上していこうとかっていう方はよっぽどこう営業職だったりとか。あそっか、うん、そうですね、かもしれませんね、っていう、うん、なるほど。あまあ、なんかすごいいろいろ聞いちゃってごめんなさいっていう感じですけどね。でも今はずっとお話聞いてたら、はい、カラーの専門家っていうふうにいつもご紹介するんだけど、はい、カラーにとどまらないですね。そうですね、洋服全般でも洋服って着ないで外出れないわけだから、うん、そうなんですよね私洋服嫌いだからって嫌われてもねいくら嫌いでも着ないとね、着ないとね、世界だからそうですね、警察捕まっちゃいますから、うん、ね、だからやっぱり生き方というか、はい、その人そのものだからね、はい、ね、生き方アドバイザーみたいなところあるかもしれませんね。そうですね、うん、もうだからビジョンというかね、こう自分がどうなっていきたいかとか、うん、どういうふうにしていきたいかってい う、 こうビジョンを、うん、まあ、提供するっていうことになるのかなって最近思ってるんで、うん、そうですね、うん、そこまでのところがサポートできるんじゃないかなって、はい、思いますね、今お話聞いて、うん、ね、だから、ね、よくこういうアドバイスするとそれ着なきゃいけないんですかって言われることもよくあるんですけれども、うん、そうじゃなくってただこういう傾向になりやすいよっていうのが、うん、頭の隅にあるだけで、うん、こう自分が失敗しそうになった時にあちょっとやりかけてるないけないいけないと思ってスーって、うん、違う服を手に取って買いそうになったけどあちょっとあの時に言われたのがあったからで、うん、こっちかな、うん、とか、うん、なるほどね、うん、そうかな。いやいいですね。なんかそのセルフコーディネートができるってこともありますけど、うん、やっぱりあの、まあ、見せたい自分と本当の本音で表現している部分の、はい、そこを知るというだけでも大きな気づきですよね。気づきですね、うん、まあ、その後そのコーディネートは自分なりにいろいろね、うん、まあ、失敗もしつつ、はい、トライしっていう、はい、ことになるかと思いますけど、はい、でもそのあたりでまたねぜひパスポート講座とか、そうですね、うん、それをちょっとパスポート講座でやりたい。ああいいですね、やってくださいよ。ぜひぜひやらせてください、うん、皆さんも来てくださいね、うん、もう今年の第3期は結構じっくり型で進めてるんで、はいでね、最初もあの、ね、リオさん の、 あのソーシャルメディア、はい、私も参加させていただいたんでしたよ ね、 ね、 ね、で私も今回3回コースでっていうのは、はい、やっぱりじっくりとあの心ゆくまでというか、うん、納得いくまでね学ぶっていう、まあ、そこに楽しさもあるなと思ったのだからやってるんですけど、はい、ぜひあのエヴァさんの、はい、ぜひじっくり型でじっくり型でお願いしますよ。あもうぜひぜひ今考え書いておりますかあそうなんですか、お待ちしてます。はい、はい、ありがとうございます。なんかもう話が尽きなくて、そうですねすいません、こちらこそついつい喋っちゃいました。いやあの皆さんちょっと戻ってきましたけど、おかえりなさい。はい、ありがとうございました。もうあの今ねいろんな話ずっとお聞きしてて、あ
お気づきかと思いますが、いやカラーってね色だけのことっていうふうに私たち思いがちなんですけど、うん、その服とか、うん、もちろん肌だってね透明じゃないから、そう肌だって色があるわけだし、うん、ね、もう切っても切れない関係性で、うん、そして常にそれを自分が見ているだけじゃなくて、あの、まあ、他の方たちが見ている、どっちかというと他の人たちが見ている、そうですね、自分だけがね、自分の目で自分を見れないので、そうなんですよね。ね私あの、パフォーマンス学でよく言うのは、そのよく外見をいろいろ意識して、であの印象よくって、なんか延期してるみたいで嫌だわっていう、うん、ことを言われる方がいらっしゃって、はい、でその時に言うんですけど、はい、その印象よくっていうのは相手が気持ちがいいと思うから、うん、印象よく持ってもらえるわけですよね、はい、だからあの見ていただく方のためでもあるんですよ、ね、それがムッとしてたりするとか相手嫌な思いをするということは、はい、やっぱり相手にとっては嫌なわけで、ね、だから嫌がらせですよねパフォーマンス力っていうのはもう根本が思いやり、うんうん、まあ、今の自分をそんな大きく見せる必要はないけれども、うん、やっぱりいい印象を持っていただくこと自体が思いやりの一つだなと思っているので、うんうん、そういう点でも今日のお話すごく勉強になりました。深層心理が知らず知らずに出ていて、うん、はい、そしてその場ではちょっとそぐわない、はい、あるいはニーズに合わない、はい、まあ、格好をしてしまっている自分、うん、そうですね、うん、そこがやっぱり周りの方とのギャップを生んでるんだっていうのは本当に大きい、ね、そうですね、ところかなって、ね、やっぱ好きなものを心地よく見せるってことですかね、うん、そうですね、うん、もっと学べそうです。今学んでらっしゃるので、もちろんそれ終了したら、ね、パスポート講座で、はい、またねやっていただきたいなと思ってますので、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。これ収録だったんです収録です。今日はこの辺でバイバイ。